そうだ。勇者がどう、現実見ろよ。まあいいや。へへへ。おい来た。なめるぞ。どれあれ。とっておき。どうする？どうするかね。本気だぜ。やってやるぞ。やるか。やってやろう。じゃあ殺す。行くぞ。ほらやろう。ほら。もう許さねえ。これで。行け。やめんな。行くぞ。おお、頭来た。どうした？俺の番ね。なめんなよ。とっておき。俺の番だな。よそ見すんなよ。行くぜ。来いよ。あれ。おい来た。どれあれ。うん？強くなった気がするぜ。へえ、俺らに金よこせなんて見る目のねえやろ。さっき戦ってる最中によ、本当、いや本当に変身して見えたんだって。妄想？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込み、まあ、でもそれくらい思い込みが激しい。要は自称だろ、自称なら思い。よし、やっぱり俺は。まったく調子のいいやつだぜ。今の勇者様のパーティーには。そうだな、まずは金だな。本当に人生誕生日だったんだ。そうなのかい。あ、いやいや、そばしもお祝いさせ。でもおじさんホームレスだよね。だ、確かにそうじゃが。おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ち。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。
探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも。ん？ああ、いや、新入り。買い物か。調子。いや、新入り。頑張れよ。上出来だ。また来いよ。いや、新入り、たくさん買ってけよ。
かい？そんなに見てもない。このボケが！やってやるぜ！おい、来た。ほら、来いよ。とっておき。見てやめるな。よし、行くぞ。なんだ。待てよ。ああ、おう。おい。強くなっちまったか。まだ成長できるとはな。
敗。よう。ありがとうよ。よ。お。そうじゃな。いいぜ。ありがとうな。Yeah, cool.
おっしゃ、うわ、これでしてみろ。来なよ。逃げるなら今のうちだぜ。どうするかね。かかってきなよ。やるなよ。やってやる。やるか。くらえ。おお、危ない。やめんな。見てろよ。俺の番だな。かかってこいよ。見せてやるよ。行くぞ。やってみろ。なめるなら今のうちだ。俺の番か。かかってこいよ。やってやるぞ。おい、来た。問題なしだ。腰が張るぜ。者だな。この町はこういうイカれた。やるぞ。楽しんだこいつは。まあ時期になれるさ。こんなのになれたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録、学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、何してんだ。あ、ああすまん、この辺でなかなか見ない輩だったからな。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士気になるか。貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼に。お茶菓子だってよ。言ってだけどよ。食えるもんは食える時に食わねえと、この町では生きていけねえぞ。わかったよ。ここが俺の事務所。
通称辻門センターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて辻門について聞きたいんだったな。説明してやる。辻門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋も、はあ、まあ要は危険な人間の、俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだろう。で、あんたなんでその筋。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類こだろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか、そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近い。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が。なるほどな。おっさん、うさんくさい割には。だがなんでそんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大。まあそりゃそうだな。はあ、どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつそういうやつが見つかるといいな。じゃ俺らはこれで。おいちょっと待って。なんだ、まさか俺たちに。す勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報をと、どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪いやつなら、ついでに協力してくれても。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が、一貫性の暁にはお礼も出させてもらう。お礼だってよ。やってやるよ。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かありがとう。恩に着る。で、ああ簡単だよ。さてあとは筋門のと。ああ出てこい。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。ああよくわからねえが。じゃあ緑だな。よしお前らは緑。さてえ、もしそうだ、そのアプリは敵を倒すと。むちゃくちゃだな。さあ行け。死にてえ。やってやるぜ。よし行くぞ。どうして。おら、やってやるぞ。やってみろ。どれやる。逃げるなら今の。やめんなよ。俺の番ね。やめんな。俺の番か。してみろ。やってやるぞ。くらえ。ほら来いよ。ザコが。逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。来いよ。やってみろ。ほら来い。やんのか。とっておき見てろよ。ほら来いよ。決める。どうするか。やってやるぞ。ザコめ。ほら来い。行くぞ。なめんのか。行くぞ。Yeah.
か。おら、俺の番だな。ありゃ、こいつだ。してみろ。いいことできる。強くなった気がするぜ。見事だ。お前らを選んだ俺の目に食い。そいつはどうも。で、まあ、ほら、あっ。こんな感じでいろいろ集めた数により報酬は用意させてもらう。なんだか面倒な。ああ、報酬ももらえるみたいだし。まあ、そう。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ。いいな。あ、水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。
おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前。本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本風俗反対、劇場から撤退せよ。ん？ああ。お。お。なあ、くそ。へえ、いえ。
なんだって？はい。え？いや。なんだ？
いいや。見せてやるよ。
ぞ。とっておきだ。こっちですよ。それ。いけるじゃねえか。おいてめえ、なんてめえ、ムカつく顔して。おいよ、俺の番だな。ザコだ、やってやるぞ。退屈の野郎だ。こっち見ろ。見せてやるよ。やってみろ。全力で行くぞ。逃げるなら今のうちだ。ダメだよ。行くぞ。退屈の野郎。ザコ。こっち見ろ。行っちゃうぜ。とっておき。見てろよ。あっ、最後はこの。こいつだ。死ね。ふざけないでください。ほら来いよ。これだ。これやるぞ。どうした。やってやるぞ。かかってこいや。なめんなよ。こっちですよ。行くぜ。切り刻む感覚がわかる。今のうちだ。どっしりや。ザコ、とっておき。見てろよ。よいしょ。緊張したら舐めんなよ。やってやるぞ。本気出せよ。してみろ。じゃあ俺の番。逃げるなら今の。最初に逃げる。ございました。ガンガン行こう。行ける、うまい、行ける、うまい、行けるじゃん。いらっしゃいませ。
とうございました。腰が張るね。ほら、行ってきましょう。あれ見てみろ。ナノハだ。よし。バカ、素直に問い詰めんのはこっちが証拠。ここは元刑事の言うことを聞いとく。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、ま、ナノハの前に座ったな。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だって。こっからすが、スマホ。わかった。あの、すみません。ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよ。な、いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。ウィマン、金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ、今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え？全てが父に。それはできません。父を。わかりました。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。ナノハさんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつな。悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。邪魔すんじゃねえよ。
加減しねえぜ。よし、いざ来いよ。取っておきだ。こいつだ。なめんなよ。とっておき、見てろよ。喋れなくしてやる。生きては返さねえ。おい、やるのか。俺の番だな。二度と喋れなくしてやる。やっしゃ、やっしゃ。一つ上の男。おう、なあ、社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。確か彼女は親父さんのか、うん、ってことは、じゃあさっき社店で何だとすりゃ、何の、どんなに高級な施設だからって施設の中で渡すならまだわかるが、まあ、喫茶店の通う彼女はあの男に、おはい、日だまりの城受付窓口でございます。こちらに菜の葉さん。菜の葉さん、お父様はこちらにご入居ですか。俺らその向田菜の葉さんの職。すみませんが面会は親族。まあ普通。いや面会っては、実は俺も自分の親父菜の葉さんからここが素晴らしい。申し訳ございません。当施設では入居契約え、内部の様子はホームページにて、そちらをご覧になってください。見学さえできねえなんていくら。この野郎、覚悟しろ。かやってこい。俺の番ね。なめんなよ。やってみろ。見てろよ。よいしょ。やってやるぞ。取っておきだ。俺の番か。してみろ。やってやろう。かもしれない。行くぞ。なめんなよ。やってみろ。おい、来た。嫌がれ。とっておき、見てろよ。痛いよ。来いよ。俺の番だな。やってやるぞ。見せてやるよ。どうするかね。行くぜ。してみろ。くだ。俺の番ね。とっておき。見てろよ。よし、敵はあるんだな。